松田学です、今回特番ということで消費税率引き上げと景気ということをちょっと議論してみたいと思います。消費税っていうのは、皆さんもご案内のように、来年2019年10月1日から8% から 9%、10% に予定通り 2% 引き上げるということを安倍総理が閣議で表明して結構話題になっています。なぜ話題になるのかと、予定通りの増税がなぜ話題になるのかということですが、皆さんもご案内のようにですね、民主党政権下で決まった社会保障と税の一体改革で、5% から 8% を、2014年4月に、これは予定通りその通り実施されたんですが、安倍総理から見るとこれは民主党政権、いくら三党合意といっても民主党政権の時に決まった政策だと、自分のアベノミクスとは異質だという思いが結構あるんだと思います。もともとリフレ派ですし、財務省には騙されないぞというふうに思われている総理でもありますから、これは自分の政策ではないという思いがあったんだと思います。案の定景気は2014年引き上げで消費が低迷してなかなか回復しなかった、それは見たことかということだと思います。そして安倍総理は、2015年10月に8から10倍に上げるということが決まっていたのをですね、2014年11月に解散総選挙に打ってですね、この時の選挙の大義名分として消費増税を延期するということが、これが大義名分になるのかどうかは私も疑問に思いながら、安倍総理の解散によって国会議員を結果としてクビになってしまったんですけれども、それはさておきですね、これをですね、2015年10月の増税を2017年4月まで延期したわけですね。でそれで選挙で勝ちまして、じゃあ2017年4月に必ずやると言っていたんですが、これもまた雲行きが変わって、それを控えている2016年5月伊勢志摩サミットで世界経済でリスクが高まっているという合意をこれ無理やり形成しましてですね、安倍総理の側近にいる経済産業省出身の方々がどんどん動いて、世界景気はこんなに悪いんだという資料をサミットの場で配ってですね、無理やりこの、そうだか、そうなのかなんて言ってる各国首脳も結構いたんですが、ミスター安倍の言うことだからしょうがないということだったんでしょう。一応それが、合意されて、それを受けて2017年4月の実施を2019年10月までさらに延期しました。2回延期したので2度あることは3度ある、来年も、参院選のこともあるし多分延期じゃないかと思っていた人も多かったと思いますし、ただそうは言ってもですね、意外感を持って受け止められたんですが、そうは言っても今回軽減税率が入ってるんですね。で軽減税率っていうのはすでにもうこの、延期をする前にですね、決まってたんです。食品とか生活必需品は 8% のまま据え置くということですね。ところが軽減税率を実際にやるとなると、この実際のこの事業の現場ではですね、いろんなシステムを変えなきゃいけないとか結構大変なんですね。もう1年もしか残ってない、もうこの時にはっきりと上げるなら上げると言わないと準備が間に合わないという事情もあったと思います。それから安倍総理は昨年の総選挙で消費税を使途変更して人づくり革命パッケージというのを出しています。これは消費税を2019年10月に引き上げることが前提のいわゆる歳出増加措置なんですね。財政の拡大で消費教育、幼児教育の無償化とか待機児童の解消とか保育士介護職員の処遇改善とか高等教育の無償化とか、こういうのを財源がなくなると公約違反になっちゃうわけです。これやりますと言ってるんですからですね。でさすがに今回は安倍総理も上げざるを得ないということだったんだろうと思います。ただこのやっぱり消費増税、我々日本人は2014年の前回の消費増税の後の景気悪化、それから昔は1997年4月の消費増税の後の景気悪化のトラウマがあるんですね。税率引き上げをすると景気にすごく悪い、まだデフレ脱却が確実でない時に本当にやるのかねという議論が非常にかまぶしい状況であります。私もそういう議論をやる時にですね、今度はさすがにやらざるを得ないし、また引き上げても景気に今度はそんなに影響を与えないということをちょっとでも言うもんなら、お前は増税派だと、財政再建派の財務省の手先だと、確かに私が財務省出身なんでそういうふうに見られてしまうんですが、でもこの議論はですね、私は実はちょっと財務省の OB としては、ちょっとノリを超えた
財政積極財政論者なんですね。その乗りを越えたっていうのは他の誰もおそらく考えていない松田プランっていうのを考えてまして、でそういう立場で積極財政なんだけれども、でも消費税は今回は上げなきゃいけないと言ってるのはですね、まあそういう積極財政の立場からも必要なんだと言ってるんで、必ずしも増税派か経済成長重視派かリフレ派か財政再建派かっていうですね、この二者択一ではなくて、それをアウフヘーベンして経済も良くし、そして財政もちゃんと信任を得ると、回れるようにしていくというこのアウフヘーベンですね、この立場なもんですから、あまりこの、増税派だというレッテルを貼られるのはちょっとやめてほしいなという思いがありまして、しかし事実はちゃんと見なければいけない。でどんなに理想を語っても、どんなに夢を語っても、どんな望みを言っても実現しないものは意味がないわけ で私たちやっぱり日本国民としてこの日本の国の将来に責任を持っているわけですから、責任を持った議論をするためにはまず事実を知ること、その上でどうするかを考えるということで、まあ、ちょっと消費増税の真実といいますか、それをきちっと話しておきたいなというふうに思っております。でまず消費税の使途変更、先ほどの人づくり革命パッケージって言いましたけれども、安倍総理から見ると、まあ、さっきも言ったように民主党政権の時に決まったものをそのまんまやるのは能がないと、自分のアベノミクスの体系の中でじゃないとという思いがあったんだと思います。でアベノミクスの中の体系に位置づけるためには景気へのマイナスがないという状況での増税だと思います。その一つの手段が消費税率 2% アップ分のうちですね、半分を、歳出の増加に充てるというふうにしたわけです。これは民主党政権下の3党合意では、まあ、3%、2%、計 5% の引き上げのうち歳出の増加に充てるのはたった2割だというふうになってたんですね。で残りは従来型社会保障の財源、つまり、国債に依存している、赤字国債に依存している分を消費税に置き換える分だということで、まず消費税というのは全額社会保障に充てられているんですけれども、それが非常に重要なことなんですが、まあ、財源を置き換える部分に充てられて、歳出増が2割しかなかった、これを歳出増を半分まで増やした、とこれ歳出を増やせばその分景気へのマイナスというのは緩和されます。一種の景気対策ですね。でこれはどういう意味かことかといいますと、まず消費税の仕組みってなぜか何かといいますと、まず消費税を議論するときに皆さんに頭の中にぜひ入れていただきたいなと思いますのは、これは一種の保険システムだということなんです。で社会保障給付、皆さんも保険会社で保険を受けるときに、まあ、給付を受けるために前提は保険料を納めることで、でこの社会保障全体が社会保障給付を行うための保険システムだと考えてほしいと思います。でこの社会保障、まあ、これ大体目の子の数字でざっと見ていただければと思いますけれども、まあ、若干数字は今よりも変わってますが、これよりも変わってますが、大体ざくっといって、社会保障給付に例えば100兆円社会保障給付が毎年毎年ですね、年金あるいは医療の公的負担、あるいは介護の介護保険でやってる介護の公的負担、あるいはいわゆる今日は子育て関係の公的負担、保育所なんかですね、でその、まあまあ、特に年金医療介護なんかは完全な保険システムですが、100兆円ぐらいその社会保障給付が出てるとします。でその 100兆円のうち本来保険というのはですね、これは保険会社がそうであるように保険料と運用収入で賄われるんですが、保険料と運用収入で、運用収入で賄われているのは6割ぐらい、60兆円だとしますと、あとの40兆円は足りないわけです。なぜ足りないかというと、まあ、日本がずっと出生率が下がり、で健康寿命が伸び、高齢社会にどんどん行ってきたということで、保険料を負担しているのは全部現役世代なんですね。で現役世代が高齢、まあ、主として高齢世代、もちろん医療なんかは現役世代も享受してますけれども、それを支える保険料ではとても賄いきれない、まあ、どんどん高齢化が進むとともにですね、そうなってしまった。そこで40兆円足りない、でその40兆円を国と地方が公費という形で投入してるわけですね。これによってようやくこの社会保険システム、独立採算じゃないんです、
国や地方公共団体の援助がないと私たちの社会保障拒否は受けられないと、私たちの問題なんですね、これは。で、この社会、この40兆円の公費のうち、大体ざっくっと言って半分ぐらいが消費税で賄われている。消費税の収入を全額、これ消費税は国に入る分と地方に回る分がありますが、国であれ地方であれ社会保障に充てるということ、全額充ててるんですね、消費税収入。それでも半分、残りの半分は、まあ、要するに、まあ、基本的に赤字国債、次の世代への付け回しということになっているのが今の姿です。で、安倍総理の、消費税 2% 分増税した時の、来年増税した時の使途変更のこの関係をちょっと見ていただきますと、基本的に社会保険料なんかで賄われているうち公費になっていると、今言った公費ですね。で、公費のうち税金で賄われた、かつて 5% の時は税金で賄われたのはこれぐらいだった、残りは国債、次世代への付け回し、次世代の将来世代の方の負担に回しているわけですね。で、国債というのは60年償還ですから、私たちの子や孫、まあ、30年で1世代とすると2世代3世代にわたってこれがですね、税金で返して国債が次世代の負担になっていると。で、この部分をまず消費増税すると減らすという効果があるわけです。で、全部で 10% にするために 5% アップするときは、 5% アップして得られた税収のうち2割を社会保障の増加に充てますと。で、残りは従来の財源を国債から消費税に置き換えるということになるわけなんですね。全額社会保障に充てて、そうなるということなんですね。で、今回安倍総理が決断した、総選挙の時に決断したのが、この2割増やす部分を5割に増やして、ここに、教育無償化なんかを入れたと、新たに入れたということなんですね。そうすると、私たちの、なんで日本では消費税が、増税が景気に悪いかの一つの大きな原因は、実はこの構造にある。この構造っていうのはどういうことかっていうと、社会保障給付に必要な消費税が足りなくて、国債に依存している割合が他の国に比べてものすごく大きい、まあ、先進国で最も財政状態が悪いっていうのは、まさに高齢化によって起こっているんですけれども、で、この部分が大きいもんですから、消費税を引き上げても、今までの財源を国債から消費税に置き換える部分に圧倒的に取られちゃうということがすごく大きいんですね。消費税っていうのは本来ですね、こんなこと言うと、お前奇弁を弄してんじゃないかってよく言われるんですが、でも真実を申し上げますと、消費税は国民から国民へのお金の移転なんです。で、このことをまずちょっと頭によく入れておいた、入れなきゃいけないと思うんですが、我々、私たち国民というと高齢世代と現役世代しか考えないんですが、投票権を持たない将来世代というのは子や孫ですね。で、この方々は今の意思決定に参加できないんですね。で、この方々のために我々は責任を持って意思決定しなきゃいけない。で、それが今どうなっているかというと、まあ、全額社会保障に当てられている消費税ですから、これは誰かが負担した消費税は誰かの社会保障給付に回ってるんですね。年金に回ったり、医療の自己負担分の軽減に回って、公的負担の方に回って、自己負担分がその分です軽減されているとか、介護もそうですね、そういうところに回ってるわけです。と、そうすると、国民から国民への、国民の懐から別の国民の懐へとお金が移転しているに過ぎないわけですね。で、移転してるに過ぎないわけですから、増税をするとどうなるかっていうと、誰かの負担は増えるけど誰かの給付が増える。つまり増税してその分社会保障の支出を増やす分には景気に中立なんですね。で、ヨーロッパ諸国が今 20% の消費税率、付加価値税率大体 20% 前後ですね。で、ヨーロッパが 20%、 日本はまだ 8%、 20% まで引き上げてたら、もし日本と同じように景気が悪くなってたら、もう大デフレになっていて、ヨーロッパ経済ガタガタで崩壊してるんじゃないかと。なのにちゃんとヨーロッパ経済回ってますね。で、それは多分少しずつ長年かけて、必要な歳出の増加に見合った、増税をしてきたからなんですね。だから日本はこういうことをやらずに、これは政治の責任もあるんですが、国民にこういう仕組みをきちんと説明しなかった。説明、増税と一言言うと、私も選挙の時によく先輩の政治家に言われました。増税、消費税の引き上げ絶対言うなと、それだけ票が逃げると。で、それを恐れて国民に真実を語らなかった政治の責任は極めて大きいと思うんですけれども、結果として、何が起こったかというと、先送りが続き、もちろん金利負担もその間上がってるわけですね。で、そういうことが続いて、増税した時は国債を消費税に置き換える部分が大きくなって、さっき言ったように景気が悪くなるという現象が2014年4月に起こり、そしてデフレからの脱却が遠のいたと。これ自体が実は
あの過去の私たちの過去のが決めた消費税先送りのツケが回ってきたと。あの2014年4月の引き上げでひどい目にあったと思う方はですね、そのツケが回ってきたんだというそういうことになっちゃうんですね。でこの本来は国民から国民のようなお金の移転ですから、まあ、この社会保障はこの現役世代が基本的に保険料を支払って高齢世代に分配する仕組みなんですけれども、この現役世代の方々の社会保険料が非常に重くなってるんです。でこれも消費税引き上げなかったっていうことがあって、まあ、とりあえず社会保険料引き上げるしかないってことで、相当この近年社会保険料が上がってきて、実はこのことっていうのは結構このデフレを加速するっていうか、デフレから脱却を遠のかせてる原因なんですね。このこと誰も論じないんですね。で消費税であれば高齢者の方も負担しますから、現役世代の負担は、社会保険料よりもずっと少なくて済むわけですね。それで、まあ、消費税を引き上げると現役世代も高齢世代も負担して、その分将来世代の負担が減るんです。どっかが増えてどっかが減るっていうことで、消費税を上げても、我々国民を将来世代まで含めて考えれば国民負担の増加にならないっていう、そんなこと言って叩かれそうですけれども、でも現実がそうなんですね。でまずこのことを頭に入れる必要があると思います。じゃあここで政府は何やってるかっていうと、このお金の流れを仲介してるに過ぎないんです。まああたかもですね、まああのまあ大家さんみたいなもんで、でテナントの皆さん、あるいはあの部屋を借りてる皆さんからですね、必要な共益費を徴収して家の修繕に充ててます。でも大家さんの収入に入ってるわけじゃないんですね。政府の収入、政府の公務員の給料だとか政治家の歳費なんかには全然消費税回ってません、無駄な補助金にも回ってません。これは別なんですね。このまず我々は保険システムの中でこの消費税というのはあるということを理解する必要があると思います。